さん、日本大学監督してください。お願いします。悔しい。いや、無理でしょ、だって。今の日本の指導者システム上。アビスパのアビスパサッカー見てないんで申し訳ないですね。いい監督だっていうふうには聞いてますね。いやそうそうそう。整合性がなかったり、合理性がないサッカーやっててね、勝ち続ける監督なんていないっていうのはね、そう、ランパードとかスールシャールとかね、いろんな監督が証明してますからね、ジダンもそうだし。いやー、しんどいな。なぜこのメンツでギリギリの試合してるの？そうよ。ねえ、ヨウタさんスーパーチャットありがとうございます。もう勝ったからいいじゃん的なコメントの人たちはすごいよね、もうマジで。今までそう言っててこんな状況になったのに、今回勝ったらいいんだ。すごいな。欲しいな、その感覚、逆に。なんで逆にそんな危機感持てないの？もうこうそんな人一人二人だと思いたいですけどね、今。そこでみんないろんな人コメントしてくれてるね。解任だとかそっちが普通だと思いますけどね。本気のやつもいるんだ。そういうのも今後一切反応しないっすよ。もう今日今ので最後っすよ、僕。もうやめようぜ、そういうのもう。二度と。ナミクさん、解任試合が勝利でよかった。いやー、これでね、ちゃんと解任していい監督呼んできた JFA ちょっと見直すけどな。